2K ニュースです。新潟警察署によりますと、25日夜、新潟市中央区万代三丁目地内の国道113号の信号機のある交差点において、路線バスが関与する人身事故が発生しました。18時44分に消防から110番通報がありました。場所は流東大橋から万代方面へ降りた交差点。30歳代男性が運転する路線バスが対向車の30歳代男性運転の普通乗用車との衝突を避けるためブレーキをかけたところ、立っていた路線バスの乗客の80歳代女性、60歳代女性、40歳代女性、20歳代男性、10歳代男性の計5人が転倒するなどして負傷したといいます。新潟警察署によりますと、5人とも軽傷です。事故原因については現在捜査中です。2Kニュースでした。